ツノミカドヤモリはミカドヤモリ族に分類されるトカゲである。別名として、細指ミカドヤモリ、またはガーゴイル月光がある。ニューカレドニア本島南部の固有種である。ガーゴイル月光という名称で流通している。全長25センチメートル。東道長12.5センチメートル。尾よりも東道長の方がやや長い。尾は物に巻きつけることができる。 後頭部に骨が隆起した角状の突起があり、和妙の由来になっている。種小名オリキュレートシャスは耳たぶがあるのい、体側面に平状の皮膚がない。鹿角板が小型で垂直な壁をうまく登れない。やや開けた森林に生息する。樹状性だが、地表から3から5メートル以下の場所や地表にいることが多い。夜行性だが、 昼間に日光浴を行うことも好む。食性は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、ターシ類、陸生の貝類、トカゲ、果実、花なども食べる。共食いも行う。繁殖形態は卵生。1回に2個ずつの卵を主に4から5回に分けて産む。卵は50から75日で孵化する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 ニューカレドニアは野生動物の輸出を禁止しているため、研究用に海外に持ち出され、個体に由来する飼育下繁殖個体のみが流通する。自然下ではカタツムリを好んで食べることが知られており、飼育下ではカルシウム不足から来る病になりやすいため、自然光や人口の照明による紫外線の照射、餌にカルシウムを添加するなどの対策を行うことが進められる。 性質が荒く、同志たしを問わず他のヤモリを襲い、丸呑みできない、サイズの場合は尾に食いつくため、テールイーターと呼ばれる。オスだけでなく、メス同士でも争うことがあるため、基本的には単独で飼育する。ありがとうございます。